皆さんこんにちは。週末菜園田中です。9月に入って少し涼しくなってきましたね。今年の夏も終わりかなって感じます。今日は9月に入ったので9月1日の畑の様子を見ていこうと思います。ここは寒冷地ですので、皆さんの畑の様子とぜひ比較してみてください。これはミョウガの葉っぱです。本格的な収穫期になって、この前 1.3 キロぐらい収穫できました。ミョウガは大量消費しづらいので、甘酢漬けにして長期保存してちょくちょく食べていこうと思っています。これは太陽熱処理した人参の畝です。右側のドクターカロテン5は順調に育っているんですけど、左のいろんな品種の人参を植えた場所はかなりスカスカな状態です。これは自家採取しているサンマルツァーノという加熱用トマトです。保存用のトマトソースが作れて、種も自家採取できたので、あとはお片付けしようと思います。これはキャッサバです。タピオカを作ろうと思って植えました。ぐんぐん大きくなって、ついに2メートルぐらいの大きさになりました。芋の部分が大きくなっているかちょっとわかんないですけど、楽しみです。これは自家採取しているホタカインゲと細長いケンタッキー101という品種のインゲになります。去年は夏に枯れたので、今年は第2弾をインゲ植えたんですけど、今年は第1弾が枯れずにそのまままだ元気でな状態なので、いらなかったかな、第2弾いらなかったかなって感じです。これは白菜です。ミニ白菜は結構前に植えて大きくなってるんですけど、これは大きな白菜なのでまだ植え付けたばかりの状態です。夏場はマルチを張るのが大変なので、ウリ科の野菜を片付けた場所で再利用して白菜を植えています。他にもオレンジ色の白菜のオレンジクイーンっていう品種の白菜とか、ザーサイとかキャベツとかブロッコリーとかカリフラワーとかカーボロネロとかの葉物野菜も植え付けました。天気も良くないし気温も下がってきたので簡単に活着してくれましたね。で、これは第2弾のキュウリです。種まきが遅くなってしまったので、まだ収穫できていないんですけど、そろそろ一つぐらい収穫できるかなーっていう大きさになりました。第一弾が終わってから食べていないので、早く食べたいですね。で、これはセロリです。相変わらず成長が遅いですね。これは寒くなる前に収穫できるのかな。ちょっと初めて栽培するので不安ですね。で、これは洋梨の木です。先月見たときは真ん中に一つだけ実があったんですけど、左の枝の先端の方にもありました。そろそろ収穫して追熟させた後食べようと思います。で、これはアンズの木です。大きすぎて畑が日陰になってしまっているので、今年は小さく切ろうかなと思っています。で、これはスーパーで買ったパプリカの種から育てたパプリカです。まだまだ収穫できそうですけど、パプリカは収穫まで時間がかかるので、今なってる実が最後かなって感じですね。で、これは自家採取しているシシトウです。ピーマンと同じで取れ続けているんですけど、この前辛いのが一つありました。極度に暑かったり寒かったりすると辛くなってしまうらしいので、あとは辛いの覚悟で食べていこうと思います。で、これは自家採取しているピーマンです。今年はめちゃくちゃ調子が良くて、サラダ感覚で大量に食べていますね。ナスはちょっと飽きるんですけど、ピーマンは食べやすくていいですね。で、これは自家採取している白ナスです。普通の黒い長ナスは、特に全滅してしまって、白ナスの方だけは取れ続けています。ちょっとナッツは飽きたのでしばらく食べていません。で、これは塩止め奥ネギです。あらかじめ深く掘って植えたので土寄せ不要です。
防草シートの隙間がちょっと大きかったので、そこから結構草が生えてしまっていました。来年はちょっともう少し工夫しようと思います。で、これは去年収穫したさつまいもから自分で苗を作ったさつまいもの畝です。隣の畝にかなり侵入してきています。ネギのところは鶴ヶ石をしたんですけど、隣の左側のオクラとかの畝は、まあ、害がないのでそのままグリーンカバーとして伸ばした状態にしてます。で、これはオクラです。毎年自家採取していたんですけど、今年は種を新しくしました。丸オクラは少し取り遅れても大きくなって硬くならないのでおすすめですね。で、これは自家採取している青じそです。今年は涼しいのでまだ美味しそうに葉っぱつけてくれていますね。ただ、もうこの大きさだと5株もいらないですね。で、これは自家採取している赤じそです。赤じそはしそジュースとかのために育てています。で、これは自家採取しているモロヘイヤです。夏の葉物で一番好きな野菜です。この時期になってくると軸が細いものしかできてこないので、まあ収穫が少し面倒になるんですけど、まだ種をつけていないので、まだ食べられますね。で、これはオリーブです。オリーブの実がなるかなって思ってたんですけど、結局今年もまだ実はならなそうでした。で、これは早く植え付けをしたキャベツとブロッコリーとミニ白菜です。結構順調に見えるんですけど、白菜は芯の部分が結構虫にやられてしまっているので、ちゃんとしたものができるかちょっと微妙ですね。で、これは自家採取している枝豆です。今は小さい鞘ができ始めているので、まあなんとか霜が降る前には収穫できそうな感じです。で、これは自家採取しているトウモロコシです。これも雄花が出始めてきたので、まあなんとか霜が降る前に収穫できるかなと思います。で、これは大根です。発芽しなかった里芋の畝で育てています。今年は雨が多かったので、まあ、種を植えてから寒冷舎とかをかけずに育てることができましたね。例年だと暑すぎてすぐ枯れちゃうんですけど、まあ、防虫ネットかけるぐらいでなんとかなりました。で、これはビワの木です。今年は豊作年だったので、来年は不作になるような気がします。で、これはアスパラです。収穫は終わって、来年用に光合成させてあげている状態です。で、これはキウイフルーツの木です。なんかもう茂りすぎてドーム状になるぐらい木が暴れてしまってますね。ちょっと冬になんとかしようと思います。で、これは梅の木です。今年剪定して、まあ来年、たくさん取れるかなと思ってるんですけど、ちょっとキウイのつるが絡まってきてすごい状態になってしまいました。ちょっとこれはなんとかしないとやばいですね。で、これはブドウです。袋をかけていないブドウの実ができ始めていたので、まあ、そろそろ収穫時かなって感じですね。で、これは里芋です。今年は保存方法が良くなかったみたいで、うん、今年のさつまい、里芋はこれだけですね。ちょっと里芋の種芋の保存方法をもう少し見直そうかと思います。で、これは自家採取している大玉トマトです。もう終わってしまったので、片付けてニンニクを植えていこうと思います。一応ミニトマトは簡易のハウスで作っているので、冬前には少し収穫できるかなと思います。で、これはニラです。種から育ててきたんですけど、結構ニラっぽくなってきましたね。来年は違う場所に植え替えようと思います。で、これは自家採取している
バジルです。今年のバジルはもう終わっていて、今はもう種を作っている状態です。で、これはサクランボの木です。例年実の数が少ないので、たくさん実をつける方法をちょっとネットで調べてみようかと思います。で、これは柚子の木です。今年はまだ実がついてないんですけど、来年こそ実がついてくれるかなってちょっと期待はしています。で、これは桃の木です。収穫は終わって葉っぱだけの状態ですね。あまり大きくしたくないので、冬に小さめに剪定していこうと思います。で、これはルレクチェという洋梨の木と香水という梨の木です。まだ小さいので食べられるものができるのはまた来年かなって思います。で、これはタラの木です。年々広がってきているので、少し数を減らそうと思います。で、これはブルーベリーです。収穫は終わってまた来年って感じですね。で、これはザクロの木です。今年はたくさん実がなってるみたいなので、収穫したら今流行っているザクロスを作ってみようと思います。これは柿です。結構な葉っぱをシバムシに食べられてしまいました。まあ、なんとか柿の実はあるので柿酢は作れそうです。で、これはリンゴです。木が大きくなってきているみたいで、去年より大きいサイズのリンゴが収穫できそうです。僕の地域ではリンゴが盛んでよくいただいたりするんですけど、自分で作ったリンゴは結構格別ですね。以上、9月1日の畑の様子でした。また来月の10月の畑の様子も収めていこうと思いますので、ぜひ見てください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。